さあ、それではまたここでちょっと今度綱引きという作業があるんですが、それについて説明していただきます。京都目さんの前方にですね、ちょっと遠方の方は見えないと思いますが、3人でおりましてですね、係が綱引きで綱を引いております。綱植えと言いまして、総督さんの前にピーンと綱を張ったのを他に張っております。これは一方へですね、寸を取りました真綱というのが片一方の人が持っておりまして、それに合わせて、一方の人は上手に